1953年、大橋忠氏は日本のグラフィックデザイナー。京都府で映画館の支配人の家庭に生まれる。1937年に東京高等工芸学校図案課を卒業。大阪大丸百貨店の図案部から装飾部を経て京都大丸百貨店の宣伝部に勤務。京都大丸に勤めてから3年後。 日本電報通信社の新聞広告の検証で、最優等並びに2等を獲得し、大卒初任給50から70円の時代に1700円の検証金を受ける。これを機に、電通の図案部へ招かれ、1940年に東京へ転居。後出版部に移り、清水達夫と共に、電通の PR し、日本電報を編集。 戦争の激化に伴って電通による外郭団体日本宣伝技術家協会に清水と出向し国策プロパガンダに従事後兵種招集されて京都の16師団に入ったが巨弱体質で除隊となりその翌年に敗戦を迎える第二次世界大戦後にデザイナーとして独立し清水の依頼で平凡の表紙を創刊号から描き始める 資金難で同志が配管の危機を迎えた時は、自らの住宅購入資金を提供して、同志を救った。1948年から電通食卓。1950年からキッコーマンのアートディレクションやデザインやイラストレーションを担当。1955年、戦後最大のデザイン展、グラフィック55に参加。1951年、 亀倉雄優作たちと共に日本宣伝美術会を結成。1957年の明治聖火のポスターでは非戦備会員賞を受ける。1965年から東京アートディレクターズクラブ会員。ADC 賞や毎日デザイン賞などを受ける。1956年から1960年まで千葉大学講師。 1961年から1967年まで、武蔵野美術大学講師。1981年から1985年まで、武蔵野美術大学客員教授。毎日デザイン賞2回、非戦備会員賞2回、ADC 賞金、銀、銅賞、他に受賞多数。1982年三名賞、1984年史寿、報賞、 1986年国際イラストレーション、ビエンナーレ検証者、1990年組4等、極実小綬賞など。東京アートディレクターズクラブ表員、日本グラフィックデザイナー協会元理事、東京デザイナーズスペース会員、東京イラストレーターズソサエティ会員、武蔵野美術大学名誉教授。著書に絵本。 歌のない旧館長のほか、作品集、大橋正の博物詩などがある。ありがとうございます。